てっぺんまであと一つ。ブリボー、どうも大分の高千代館です。いやー、もう何とも言えない気持ちでいます。第93回選抜高等学校野球大会ですね、本日、準決勝が行われました。準決勝2試合、もういよいよですね、ベスト4から決勝、頂の舞台へ駒を進める学校が決まりました。いやー、まあね、先申しますけど、私は今嬉しいです。狂喜乱舞しております。まあ一つがですね、高校野球とは関係ございませんが、今夜、私の、まあ、一番好きなアイドルから名前を呼んでいただいて直筆のサインをいただいたということ。でもう一つが地元の高校の躍進です。それでは、準決勝の模様を、まず簡単に、ご紹介いたします。2試合行われましたけれども、最初がですね、第1試合です。近畿の奈良天理高校と関東神奈川の東海大相模の試合、こちらですね、2対0で東海大相模が勝ちました。10年ぶりの決勝ですね。21年前、10年前に続いて、いよいよですね、てっぺんの戦いね、また優勝をですね、狙っているその戦いに挑むわけです。まあ、あの天理と東海大相模、まあ名門対決ですけれども、まあ個人的には、あの前回の動画でも少しご紹介いたしましたけれども、どちらかといえば私は天理が勝ちそうだなと思ってました。しかしですね、東海大相模が、まあ石田投手というピッチャーが、もうだ徐々にですね、こう試合を重ねるごとに調子を上げてまして、なんと天理から15奪三振を取るほど非常に良いピッチングをされておりますですね。初回にですね、東海大相模1点取って、まあ隅1のまま行くかなと思ったんですけれども、最終回に、まあ暴投があってですね、相手チームの、そこで1点取って、まあ2対0もう最初と最後を抑える、まあある意味じゃ理想の形のですね、接戦で、決勝に進むことになりました。で、まあ、注目でした天理高校の辰投手なんですけれども、先発、まあちょっと球数も気になってはいるところでしたが、先発するかなと思ってたんですが、先発はなかったです。まあ今回実は登板もなく終わってしまったんですけれども、どうもですね、前日の試合かなんかでちょっと脇腹かなんかをこう痛めたらしくてですね、守備かなんかで、それでちょっと違和感があって、まあちょっと監督も無理させないようにということで、登板が回避されました。で、代わりに投げた先発の中川投手が粘ったんですけれども、まあ残念ながら2対0惜しい試合でございましたけれども、東海大相模がですね、決勝ですね、文波監督といえば、まあ個人的には決勝ね、春決勝強いイメージがありますけれども、神奈川関東地区、東の横綱東海大相模が、決勝進出です。続きまして第2試合、九州大分明豊と東海愛知の中京大中京。いやー、しびれましたね、やっぱり。大分の明豊が5対4で中京大中京を下しました。いやー、いよいよですね、大分県勢としては春はですね、54年ぶりの決勝ですよ。あの津久見高校、確か水江投手だったですかね、まあ私がまだ生まれるどころか種にもなってない頃の話ですけれども、ついに春の決勝へ、夏を含めると確か49年ぶりかなんか分かんないですけれども、結構前ですね、もうなりますね。まあ一つですね、注目はですね、中京大中京の黒柳投手、これを攻略できるかどうかですね、そこがポイントでした。で、ただ黒柳投手もまあ心配なところが一つが、球数制限なんですね。1週間で500球までしか投げれないんですね。それ以上投げようとしても強制的にピッチャー変えてなければならないんですね。で、黒柳投手がね、ちょうど日程のね、問題があって、こう500球になるかどうか、今日投げられたとしてもその120球までしか投げられないんですよ。ですから、
まあ、どのタイミングでこのね速球も光る黒柳投手、まあ先発で投げさせるのか、まあ大方はですね後半から出るだろうって話だったんですけれども、やはり途中ですね後半から出ました。先発は回避をしております。まあこの黒柳投手、まあ今回まあちらっとですけれども、まあ動画で明豊の試合を見させていただきましたが、この黒柳投手かなりすごいですね。150キロぐらいの速球って話も聞いてたんですが、これ見る限りこのバッターのインコースをつくでちょっと落ちるようなスライダーですかね、変化球、これが魅力でしたね。これ明豊のバッター本当打てなくて空振りしてて三振の山を築かれましたけどね。まあ、智弁、市立和歌山の小園投手とともに、まあ、明豊と対戦したピッチャーではかなりもうみんな強い選手ばっかりでしたね。まあ、ただ黒柳投手がですね、まあそれも途中でまた降りて、なんかこうドクターとかも駆けつけた場面が確かあったはずなんですけれども、どうもですね肘を痛めてたようでして、肘ですね、もうちょっと結構限界まで来てたということでですね、まあ、ちょっとそれで途中で、まあ、中盤投げたんですけれども、最後大江選手投手ですかね、ピッチャー変わりましたけれども、ちょっと心配ですね、今後のことも考えるとですね。まあ、で、私がですね、昨日、まあ、正直なところ、中京大中京が5対2で勝つんではないかという、まあ、予想もしていたんですけれども、それをひっくり返してくれて、明豊ありがとう。むしろ明豊の方が5点を取りましたね。4回でしたかね。一気に、まあ、ヒットと、ですね、がどんどん連打出て、犠牲フライで多分最初入ったんですね。綺麗なレフトからの返球もですね、ほぼタイミング的にアウトだったんですけども、明豊のランナーがですね、うまく手をこうかわして、綺麗なスライディングをして、まあ、先取点をもぎ取ったところがですね、印象的ですね。このワンチャンス、まあ、ね、5点取ったっていうのは大きいんですけれども、まあ明豊のことですし、まあ私も今回ある意味では予想が当たったのが、一筋縄ではいかないと。やはり最後の最後まで勝負はもつれましたね。まあ明豊はなんとか、まあ5対4でしのいだんですけれども、まあ個人的にはこう3つですかね、勝負のポイントがあったの。1つ目が、守備の良さですね。特に今回1回の攻撃でしたかね、中京大中京が攻めるときにですね、レフトに大きいフライが上がりました。これね、抜けてればもう正直中京大中京が先制して、そのまま中京大中京のペースで試合を進んでいただろうなと思われたところで、今回もやってくれました、アナン君です。レフトね、またこうバックでね、好守備を見せて、ね、その回結局中京大中京0点に抑えるわけです。まあ、ベルトちぎれながらもですよ、さすが、ガッツな男だと。ね、まあ前回のですね、試合でも智弁学園戦でしたかね。でも、同じようにこう抜ければもう一気に逆転というところをダイビングキャッチバックで取ったわけですよ。ね、その時も倒れ込みました。いやー、アナン君、いい名前ですね。まあ、詳しいことは申し上げられませんけども、ね、アナン君はいろんな意味で私は注目をしております。で、そういうことで一つがですね、その、まあ、今、候補もね、ナイファインプレーもありましたけども、明豊はやはり守備がいいです。今までまた試合、まだなお無失点ですし、内野も硬いです。で、外野も守備範囲が広い。というところが今回良かったですね。で、二つ目というか、ごめんなさい、三つって皆さん、まあ二つですね、今回は特に。二つ目がですね、もう注目となるの、勝負の分け目はこの9回の裏だ。中京大中京の攻撃ですね。まあ結論から言うと、0点に抑えたんですね。ごめんなさい、0点じゃなく1点で抑えて1点さえ逃げ切ったんですね。5対3で、ワンアウト1、2塁となりました。で、中京大中京、まあ、要は1塁ランナーが、同点のランナーなんですね。で、まあ、ワンアウトで、まあ、明豊としてはまあ2点下がっているというところで、
ですね、どうなるか、まあ、これちょっと図で書いた方が本当は分かりやすいんですけれども、よくある、まあ、よくこれあるのがですね、一塁三塁、まあ、二塁が空いてるわけなんですよ。で、よくあるのが、一塁ランナーが盗塁を仕掛けます。二塁を狙うんですね。で、その間に、三塁ランナーが、最後、ホームに、で、帰ってきて1点を取るという、まあ、よく足技、連携プレーというのは、がございます。で、これもですね、いろいろ考え方があってですね、まあ、ワンアウト一三塁でしたら、まあ、守る側としては、例えばセカンドとファーストのゲッツー、後ろゲッツーというんですけれどもね、を取るのもいいですし、まあ、ね、とりあえずもう一塁ランナーは走らせていいか、逆にサードランナーを返せない、1点を取らせないという守備もありますけれども、さあ、この時、明豊はどのような守備を取ったのか。これ、大きかったですね。明豊の判断。まあ、正直、正しかったなと思ってます。まあ、私でしたら、親方が、もし、守備の監督、明豊側だったら、正直私だったら、もう一塁ランナー、セカンド行かしていいから、絶対1点を取らせない。サードランナーを返させないという風に、私ならやりますね。こう投げて、キャッチャーが、ファーストやセカンド投げずに、サードの方を見るわけ、それだけでいいんですよ。サードランナー帰ってこれなくなりますから。というのがですね、私の場合、ちょっとまあ、気が弱いというのもあるんですけれども、仮に、じゃこの一塁ランナー、二塁投げたとしても、一塁ランナーさせずに、二塁、要は、生かしてしまったら、その間、確実にランナー帰ってきますし、またそれで二塁ですね、ワンアウト二塁にして得点圏にしたくないという、まあ、不安があったんですけれども、ただ明豊はですね、いい判断をしました。明豊が取ったのは、むしろ、まあ、キャッチャーが、ファーストに投げるんですけれども、もう正直1点はいいと、サードランナー返すよりも、もう一塁ランナーを1人アウトにすることを優先したんですね。結果的には、ランダムプレー、いわゆる挟まれる挟殺プレーなんですけれども、そこで、一塁ランナーを刺して、もう三塁、いわゆる2アウトにして、むしろランナーは1人もう1点取られてもいいから、返して2アウト、ランナーなし1点差にしたわけですよ。まあ、これがね、大きかったですね。ランナーが、もう要は、なんていうか、インターネットでいうキャッシュオクリアじゃないですけど、すべてリセットして、逆にもう、バッター勝負だけに専念する。ホームラン打たれてもまだ同点やというところで、もういい状況を明豊で作ったなというイメージでございます。その時投げていたエース、京本くんも一気に笑顔になったのが、ね、印象的でした。これはもう、いろんな考え方ありますけども、明豊はうまく、もう、いった与えとか与えて、逆に確実に取れるところでリセットしていこうというところが、最後のこの粘り。ある意味で余裕があったのかなというふうに思いますけども、明豊がついに初の決勝に行きます。楽しみですね、これは。さあ、93回選抜高校野球大会も決勝です。最後の戦いを迎えます。関東、神奈川の東海大相模と九州、大分、明豊の戦いです。両者は初対戦です。まあ、ですね、予想と、というかもう正直もう私の願望はもうただ一つ。頑張れ明豊ですよ。ね、初優勝してほしいですね。正直なところ、多分、実力ですね。実力自体はもう正直、東海大相模がもう上回っているですね。やっぱ石田投手やですね。で、バッティングもですね、門馬監督の息子さんとかもですね、打ちますし、もともとパワーある野球というイメージですので、これ、投打にですね、レベルが高いですが、ただ、この明豊の勢いというのをまず注目したいですね。もう近畿のレベル高い近畿の3チームを倒してきました。そして苦手だった愛知県勢、ね、優勝候補、中京大中京を倒したわけですよ。いやー、ね、接戦で、まあ、ヒヤヒヤで消耗戦かもしれませんが、逆によく踏ん張った。逆にこう、ね、劣勢になっても、なんか、明豊は奇跡を起こしてくれるんじゃないか。そういうふうなフィーリングを感じてますし、で、
まあ、そうな言いながらもですね、明豊に部があるとすれば、まず一つは守備力ですね。先ほど申し上げましたが、内野二遊間もかなりいいですし、ね、レフト7ランクも守備範囲広いですし、まあ、今まで通り、まあ、決勝だからとして緊張はせずに、まあ、ある意味リラックスした中で堅い守備が光れば、これ東海大相模としてはちょっと、いやちょっと手強いなというふうな、ね、印象を持たれるでしょう。で、もう一つがですね、ピッチャー陣、明豊の投手陣の出来ですね。なんていうか、まあ、三枚看板でこれまで来てまして、ね、京本くん、ね、右の京本くん、長身。で、左の太田くんですね、左。で、西原くんも右ですかね。この三人のピッチャーがいて、まあ、長期戦で見た際にですね、球数制限とか、体力的な、まあ、温存という意味では非常に、ね、三人もいればですね、やりやすいですし、まあ、川崎監督もおっしゃっておりましたけれども、こう、違うタイプのピッチャー揃えて、とにかく的を絞らせない。相手にですね、ピッチャーの癖を見抜かれない。鳴らせないというのが、まあ、一つ戦術でもございます。まあ、そういう意味ではですね、明豊のピッチャー。まあ、ちょっとコントロール、ムラがあるというね、課題はありますけれども、逆に結構今日、太田くんとか、こう、まあ、ダイジェスト見る限りは、結構、ね、ストライクは先行してて、で、結構三振も取ってましたから、調子良ければ、こう、結構、東海大相模の打線もですね、タイミングを外して、こう、ね、で、ちょっと前にね、打たせたとしても、内野、外野、いや、守備陣ですね、結構鍛えられてますから、こう安心して打たせて取るバッティングもしやすいのかなというふうに思ってます。あとはこの後頭の石田くんをですね、どうやって明豊を打ち崩してくるのか。まあ、今まで申し上げましたけども、明豊は後頭手を意外とクリア、攻略しているチームでもございますので、まあ、何かきっかけに、もしくはね、足とか絡めながらもですね、こう点を、まあ3点4点取っていくと、ちょっと勝利の目は見えてくるかなというふうに思います。で、まあそのね、東海大相模、先ほどもちらっと申しましたが、まあ門馬監督ね、この春の決勝ほんと強いので、春優勝をね、取ってきますし、2015年夏も優勝しましたから、決勝の舞台というのは、まあ、準優勝の時もあったんですけれども、ひふみ投手とかの時ですね。ただ、決勝、まあ、甲子園に慣れてるので、そこら辺の采配は、まあ、多分落ち着いてくるでしょう。まあ、川崎監督、ただですね、川崎監督は、まあ、選手として1年生の時に、智弁和歌山高校で、まあ、全国制覇というのですね、ベンチ入りかなんかでね、体験はしておりますので、まあ、指導者としては初めてですけれども、まあ、その甲子園のその雰囲気、怖さ、緊張感、逆に楽しさっていうのもね、ご存知だと思いますので、その川崎監督ですね、采配結構これまで当たっていますので、その采配も楽しみですね。神奈川県勢と大分県勢って、まあ、相性はですね、神奈川がやはりいいんですね。今まで多分神奈川が3勝1敗ですね。ただ1敗、まあ、大分が1勝してるんですけれども、その1勝というのは、前回2年前の春の選抜、横浜高校対まさに明豊がの試合ですね。で明豊が、横浜高校を圧倒した試合ですね。ここで神奈川が苦手というジンクスをね、明豊自身が打ち破ってますし、でそもそも、まあこの大会で言えば、まあ他にも苦手だった、奈良県勢、そして愛知県勢も大分は倒してますし、結局はですね、大学それぞれ違いますから、あんまりジンクス囚われずにですね、もう自分たちの力をやったものが勝つだというふうに思ってます。東海大相模も明豊も正直どちらも、この大会を通じて4試合戦ってきた中でどんどん強くなっている、磨かれている、面白い、両者だと思いますので、どうかね、見応えのある、ね、はつらつとしたプレーを見たいものですね。で、寝川枠は大分に久々に至今の大機を持って帰りたい。ちょうどね、週末私も明豊になります別府市にもちょっと行きたいなとか思ってますので、その時にこう歓迎ムードだったらね、まあ大分県民としても嬉しいですし、ね、ただ神奈川県民ね、東海大相模応援されている方もね、この令和最初のチャンピオンというところがね、またミソでありますので、ね、ぜひ面白い戦いを期待しております。選手の皆様、ぜひ頑張ってください。
ということでですね、準決勝ご案内、そしていよいよ明日は決勝、まあ明日雨が降らなければですね、決勝でございます。本当終盤ね、楽しみになってまいりました。ですね、どちらが勝ってもね、良い、やっててよかったなと思えるような、そんな試合を期待しております。ということで、連日お伝えしております選抜高校野球ですね、毎日お付き合いいただきましてありがとうございます。よろしければいいねボタンですね、高評価もよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。まあ、ありがたいことに前回の、ベスト8準々決勝の動画がですね、珍しく700再生近く今行っておりまして、もう私もこの大反響嬉しくてびっくりしておりますね。ありがとうございますね。高校野球やっぱり面白いですからね、皆さんで楽しんでいきましょう。それではまた、ゲームセット。